通り勝也です。今回はちょっと分かりやすいと思いますよ。三位体分かりますか。最悪な映画を紹介したいと思います。ムカデ人間。ムカデ人間です。ムカデ人間、これね、しどい映画ですね。しどい映画、もうね、バカすぎるテーマっていうかね、すごいんですけど、まあね、一応引退してちょっとね、豪邸に住んでる、まあ、博士というか、なんかシャムソーセージを分離する手術の名医、外科医の名医がいいんだけど、そのそいつがクレイジーな医者で、なんかもう人間をね、要は人間の口と、まあ、肛門をつなげて、お尻をつなげてムカデ人間を作りたいんだよっていうね、野望を持ってるね、クレイジーなやつがいて、まあ、そいつがもう自分の飼ってる犬3匹つなげちゃうとかね、まあ、してよしと思って、これだったら人間にもできると思って人間をさらいに行くんですよね。で、まあ、最初なんかもうちょっと男の運転手かなんかをさらってきて、まあ、速やかに逃がしといて拘束しといて、で事故でその屋敷に訪れてきたお姉ちゃん2人組をまた、まあ、さらってっていうか、もう薬で眠らせて拘束して、でそいつらもとりあえず3人くっつけてやろうってことで、もう口切ったり、もうそのこの状態ですよね。要はこれにしたいからこそ、ね、ここから食べたものがお尻になんか通って、もう真ん中の人ももうすごいことになっちゃってて、まあその後ろの人もそれを1、2の食べて、 AB 食べたのが、まああとはこう食べちゃうみたいな、こんなストーなんか流れ、とんでもないね、もうオペをね企むんですよ。で、まあ、最初にね連れてきた運転手っていうなんかサイズがこの女の子2人と合わないやつで殺されちゃうんですけど、またねさらってくるんですよ、別のやつを。それがね、実は日本人の役者さんなんですよね。役はカツローって言うんですけど、なんかギャラ100万だったらしいんですけど、そのね、役者さんが、役者さんというかその活動がもうトップ先頭になって、あとお姉ちゃん2人で合体してもう逃げらんないで、もう調教されて、もう庭の中もぐるぐる回され新聞紙取ってこいって言って取ってこさせたりとかね、もうとにかくね、もうグロっていうかね、クレイジーな映画ですね。もうちょっと、まあまあまあ、もうちょっとね。で刑事が来て、まあまあまあ助かるか助かないかなみたいな、そういう話なんですけど、まあまあとにかくね、そのちょっとあんまり言いたくないですね。ちょっとあまりにね、お食事中の人とかもいるかもしれない、言えないんですけど、まあちょっと、まあ、口とお尻をつないで3人で合体させて。合体ロボ作っちゃったみたいな映画ですよ。いや、これがね、またね、調子乗って2作目3作目ってできてて、2作目は12人くっつけんですよね。もうこれがもう、これがこの映画さらに4倍ですよ、12人ですよ。でさらにパート3だと舞台が刑務所なんで、刑務所の中で今度500人の囚人をつないじゃうっていうね、まあ、完全クレイジーでしかない作品なんですけどね、見たい人だけ見ればいいかなと思います。今ちょっとね、またちょっとね、ちょっとクレイジーなやつばっかりだけど、まあちょっとおすすめ映画またどんどん紹介していくんで、よかったらチャンネル登録してください。じゃあまた見てください。バイバイ。